京都の語り部、世界を旅する YouTuber、岸です。今日はですね、なんか急に冷えてまいりました。2月2日ということでございます。ここは京都北山のですね、コンサートホール。大ホールが2階でございまして、3階がアンサンブルホール村田という、そういう、会場なんでございますけど、そこでキャンドルライトコンサートというものが、これから始まるわけでございます。これ今日は2部制でございまして、第1部のですね、私大変、関心がありまして、先日お亡くなりになられた、坂本龍一さんの名曲をですね、ピアノでこのように弾かれるということで、そしてその会場の中はですね、キャンドルだけで、お手伝いでいるという、そういうコンサートだそうでございます。さて、どんなものになりますのや、楽しみでございますけど、なんか聞くところによると、撮影タイムもあるようでございますので、中の雰囲気もお届けできるのではないかと思っております。はい、それでは。
今日はこういうキャンドルライトコンサートですね、同世代の坂本龍一教授、坂本龍一先生のトリビュートのコンサートでございました。この音楽そしてアート、あるいは書いたもの、作ったもの、そういったものがですね、これが作者が亡くなってからでもそれが残り続ける、これはやはりすごいものだなと思いますね。そういう意味で私もこの YouTube のサイトでこの情報発信してるわけでございますけど、そこでこの情報発信の責任というか、そういったものもですね、やはりしっかりとわきまえておかないといけないなと思った次第です。今日はそういう意味で今後の YouTube の作成にあたりまして、一つエポックメイキングな瞬間が訪れたような気がいたしております。貴重な瞬間でございました。そしてこの大変な調べの中に新たな発見をした次第です。ありがとうございました。